お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画2箱目でございます。本当はね、別のをね紹介したかったんですけどね、あの中ってね、あのラグビーとかね、あのとかを探したんですが結局なかったので、この中日ドラゴンズの2024年度版をね、紹介したいと思います。で、過去にもね、上げておりますので、ノーマルカードの説明は割愛とさせていただきます。レアカード、キラカード、直筆サインカードのみ説明いたしますので、よろしくお願いいたします。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。はい、前編をやります。9パック開封していきたいと思います。まずは、1パック目でございます。ビシエド選手の、キラでございます。で、これは石川昂弥選手の、カードでございます。すいません、2つ重なっておりました。次、2パック目でございます。木下拓也捕手のキラでございます。で、高橋宏斗投手のカードでございます。3袋目でございます。田中美希也内野手のこれカードでございます。で、村松海人内野手のカードでございます。ちょっとね、鏡が映ってしまいました、失礼いたしました。和久井秀明投手のキラでございます。4袋目でございます。で、藤島健人投手のカードでございます。三好弘典外野手のこれキラでございます。
5袋目でございます。上林誠二外野手のカードでございます。で中田翔選手の、カードでございます。これは草加翔投手のカードでございます。キラでございます。6袋目でございます。で、村松海斗内野手のちょっとね限定でございます。ちょっとね、これはちょっとでは光がね、反射している、ちょっと、虹色が見えますよね。こちらがね、50枚限定のカードでございます。柳裕也投手のキラでございます。7袋目でございます。中地玲也投手のカードでございます。加藤龍馬投手のキラでございます。8袋目でございます。中島ひろゆき内野手のキラでございます。最後の9パック開封していきたいと思います。根尾昭投手のカードでございます。で中田翔選手のこちらが、これハテナバージョンでございます。こちらがね、25枚限定でございます。
これはデューク内野手のキラーでございます。はい、以上で、BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画、2回目の前編9パック終わりたいと思います。後編の、直筆サイン後編に、ごめんなさい、後編も9パック開封していきたいと思いますのでよろしくお願いします。直筆サインカードはね、あの前編の方では出なかったですけど、後編の方に期待してください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。